照明システムをハッキングして明るくしてあげるね。あ、ハッキングしたらクッキングやったしょうもな。メタトンじゃ、おーイエス。さあ始まりました、地底で笑いの人気料理番組のお時間です。殺人ロボのキラキラキッチン。オーブンの予熱はバッチリですか？今日はとっておきのスペシャルレシピ、なんとなんとケーキの焼き方を教えちゃいます。材料を持ってきてくれるのは素敵なアシスタント君。皆さん盛大な拍手を。やわわやさい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 。材料は砂糖、ミルク、そして卵です。砂糖、ミルク、卵。さあ持ってきてちょうだい。これはどう見てもミルク、これどう見ても砂糖、そして卵。どうだ、このカウンターの真ん中に置いてね。いや、俺はこのヒーターの上に置く。そう、メタブランドのオーブンは9000度まで加熱できるんだ。ロストス、おこげをカンスト。TM 全部宣伝やな。メタブランドの電子レンジ、メタチャレンジ誕生のきっかけになったカレンダー。食べ物を入れ、最大パワーで5分加熱し取り出す。お皿に乗ってるものが何か当てられれば定価の2倍ご返金します。あ、冷蔵庫はミルクと卵が冷蔵庫に。まさかそんなところに入れたら冷たくなっちゃう。感覚が違う。ここ、この番組のタイトルは手を洗いましょうじゃないよ。それは水曜日の放送だから、水曜日手を洗いましょうね。おもんなさそう。よかった今日の放送で出るの。手を洗いましょう、絶対出たくなかったもんな。パーク、どうもありがとう子猫ちゃん。さあこれでケーキの材料が揃いましたね。ミルクでしょ、砂糖でしょ、卵でしょ。おっと大変、これは痛恨のミスター。一番大事な材料を忘れていた。人間だ、うわやめて。そう、人間だった。あ、いやガチじゃん、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 ガチじゃん。やめてやめて、電話だそろそろな、バイブにせんかねえマナーモードにせんか。ああ、はいはい、もしもし、今ちょっと忙しいんですが、ちょっと待って。その人間の魂じゃなくて別のもので代用できないかな。別のもの、つまり人間以外の材料を使えと。なぜ。それはベジタリアンの人がいたら困るし、ベジタリアンだと。そりゃ素晴らしいアイデアだ。実はちょうどぴったりの材料があってね。メタフーズから新発売、簡単便利人間魂フレーバー。向かうの簡単カウンターに缶が置いてあるよね。遠いな遠いな、猫缶やし。というわけでアシスタント君、取ってきてくれるかな。まあまあ俺の魂抜かれるより全然いい。このチーズ気になるの、もらっていい？ダメ。メタフーズの製品は全て新鮮な化学合成食品なのに。分かった分かった、取ってくるよ。ちょっとチーズが気になっちゃった。あ、これもロボットかそうそう、放送時間の都合で1分以内に缶をゲットできなかったら予定通りのレシピでいくからよろしく。さあ時間がないぞ、急いで登って。どうしよう、1分以内なんて間に合わないよ。でもねなんとかなるかもしれない。さっきその携帯に新しい機能をつけたの。は、大きなボタンにジェットパックって書いてあるでしょすげえな、アルフィ見てて。はい、お願いします。で、俺捕まっとかな。うわー、ジェットパックや、完全にジェッパやね。ちょうど上まで行けるぐらいの燃料が入っているから頑張って缶をゲットして。わかりました、わかりました。メタトンが狙撃してくるわけね、ケーキの邪魔すぎて。これなんか、まあこれ普通に食らわなきゃいいんかな。なんかボタン押したところでなんかビームみたいなものが出るわけでもないので、 ある程度食らわんかったら一発食らっちゃったけどね今ね。まあでも弾幕芸やってっからな、フルコンは。大丈夫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 。おーおーおー、あ、ちょ、いった、結構食らっちゃった、ミスったな。うううううううはい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 、いけるかな、ちょっと結構食らっちゃったなこれ。ここは一発で、間なくね、間なくね。いやいや無理やろ無理やろ、ちょ待って待って待って、激しい激しい激しい。いや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 、あ、いけたわ、あー、ギリいけた。これは驚いたね、どうやら君の勝ちだ。でもドクターアルフィの助けがなかったら無理だったよね。彼女がいなかったらどうなっちゃってたか。それじゃあ See you next time。 ドクターアルフィを垂らし込んだ俺の人脈、それも力なんだよ。分かったかアルフィ。ああ、そうそう、魂の代わりの材料のことだけど、君料理番組見たことないの？ケーキは放送開始前にやめておいたから材料なんていらないんだよ。なんだよもうできたものがありますってやつか、すごい。
やった、やったよ、ナイスチームワーク。じゃあ先へ進もう。殺人ロボットって書いてあったからな、やっぱメタトンも危ないな。誰も出ない。セーブポイント。まあダメージを受けたわけじゃないよね。遠くに不気味な建物が見える。決意がみなぎった。これメタトン、メタトン邸かな。遠くに建物が見えるよね。あれがコア、この世界の電力が作られる場所。へえ。自熱を魔法のエネルギーに変える仕組みで、まあ細かいことはいいとして、とにかくあそこが目的地。コアにアズゴワン王のお城に直通のエレベーターがあんの。それに乗ってお城を行けばお家に帰れるよ。あ、優しい。でもバリアがあんでしょ。そう簡単に帰れるとは思えんのやけどね。あ、 R1 ヨーグルトや。毎朝飲んでます。はい。電池、行き先を選んでください。あ、なんだこれ。レフト1とライト F2。 レフト 1F 行くわ、とりあえず。ってことは今ライト 1F で左に移動しただけでは、これね、 L1 でしょ。あ、そうか、それで R1 か。はいはいはい。あ、ここなんだ。うーん、どうしたのここの門番の人たち。っていうかエレベー番。勝手に仕事放棄してるやんね。え、秘籍を選んでください。ライト F2 行くか、ほんじゃ。こんちゃーす、ウルコンと申します。お、なんだ。いや、俺の名前はヒートフレイムズマン、覚えといてくれやな。わかった、ヒートフレイムズマンだ。一応覚えとくわ、なんかあるかもしれんからな。ちょっと待って、エレベーターの中で電話してみよう。出ないか、うん。ヒートフレイムズマンに教えてくれ、バビルス。ねえ、R がレッドのことなら、L は何色のこと？ライト。ライト。ライトグリーン。出た。ああ、なるほど。でも、それだとライトグリーン2つの、ライトとグリーン2つの単語に分かれちゃうよ。じゃあ、ライトエメラルドグリーン。それだと3つになっちゃうから。何や、このやりとり。じゃあ、このなんとかフレイムズマンについて教えてくれ。エメラルド、ライトエメラルド野菜グリーン。兄ちゃん、自分の部屋から出てこないで。何やったっけ？ちょっと、ライトフレ、あ、ヒートフレームズマン、ちょっと、ライトとごっちゃごちゃになってもた。ヒートフレームズマンな。なんか覚えとかなあかんのかなという気になってきた。ホットドッグ大好き。そういえば、あの小屋の屋根にはどうして雪が積もっているのかな。きっと雪を下ろすのがめんどくさかったんだね。グラフィックを使い回したかったのさ。トビーさんも。そういうことじゃないのかな。こんがり焼きたて。そんなことではないと思うけど。あ、なに？ホットドッグはよくはい。はい、あ、普通に言ってくれた、初めて。そう、ドッグ、ホットドッグを略したんだ。いや、もういいや。あ、そっか。ま、大学とか雲とかのために貯金しなきゃな。あ、そっか、ちょっと待って。っていうか、今なんか大学で思い出したけど、テミさんのなんか学費払いたかったな。なんかこの辺雑魚敵があんまり現れないから忘れとったわ。うん、出てくるわ。パイロープがひょろっと現れた。パイロープ、分析。パイロープ、アタック29、ディフェンス14。いたずら好きなモンスター、熱ければ熱いほどいい。感じるかい、熱いだろわ。うん、パイロープ、うお、あ、うお、あ、結構えぐい。うん、ケタケタ笑っている。クールダウンしてくれ。パイロープに息を吹きかけた。炎が弱まった。アタックが下がった。うん、おいで、どうなってんだ。あ、これあれか。あ、ちょ、オレンジのところはガッといけば、ガッといけば、ガッといけばいいってやつか。結構難しいな。あ、ヒートアップは？ヒーターの設定温度を上げたパイロープはワクワクしている。ホットホッターホッテスト。じゃあきつい、その攻撃ね。結構きついのよね。もっと熱いのが好きだ。あ、じゃあヒートアップか。ヒーターの設定温度バンバン上げるぜ。ホットホッターホッテスト。やばい、まずい。うわ、ちゃっ、じゃあ、じゃあきついな。うだるような暑さだ。あー、もう出れるんか。しかしまだ上げてみよう。ヒーターの設定も投げた。もう見えない。ボンボン、やばい。お、もっとヒートアップだ。ぐちゃぐちゃだ。あ、ちゃ、無理、あ、無理無理。あ、待って待って、雑魚戦で死んじゃう。ちょっと待って、バビコ食いたい、バビコ。熱いだろ。ああ、結構ここは難しい。あ、待って、ヒートアップ、さらにだ。
結構難しいな。もうええかな。完全に、いや、なんか、うお、ちょっと難しい、難しい。待って、バビコ、シングルバビコどれや。え、これやっけ。なんか変なもん食べちゃった俺。ん、ホットドッグや、ホットドッグ食べちゃった今の。もうどれが何なのか分からなくなってしまった。待って、まだヒートアップする。でもやべ、うわだ、きつい、限界まで行ってくれ。いや、まだだ。もう変わってないかな。ねえ、もう限界いったのでは、これワンちゃん。もうこれ以上変わらないので、あ、変わらんっぽいな。もう悪か。なんかあのメルトダウンみたいな感じで完全に爆発しちゃうんかなと思ったんやけど、そんなことはなさそうやな。これもう何やったか覚えてないけど、これ一応やっとこう。もうなんて書いてあるのか全然わかんない。悪いけど予定に縛られててさ。はい、もう見逃そう。疲れた。何ゴールドもらえたんかも分からへん。帰ろう。一回ホットドッグまた買って、うん、欲しい欲しい。待って、なんか今手磨く日ね、ホットドッグは品切れ。あ、ホットキャットをやるぜ。ホットキャットくれんの次。いや、違う。え、待って、ん、あ、今もホットキャットもらったん俺。ホットキャット。21回復、ホットドッグに似てるが猫耳がついてる。あ、でもホットドッグほどは回復せえへんねんな。うん、でもこれさ、思い出したタイミングでちょっと1000ゴールド貯めてみようぜ。アルフィーが写真を追加した。追加しました。女子会ナウ。猫耳少女のフィギュアをインスタント麺の隣に並べた写真だ。怖い。アルフィー。ああ、いろいろ行く道があんのね。まあでもここでお金貯めよう。これ以上行かずに。わっと、この二人か。どうしよう。火山ちゃんの方が、抱きしめたら割とすぐ帰ってくれたよな、確か火山ちゃん。うん。ね、とっても素敵だ。はいはいはい、飛行機がバー落ちてきて、おお、きつ、よしよし、オッケーオッケー、逃がすんで、ね、飛行機ね、よしよし、オッケー、100ゴールド。あ、この2人100ゴールドやって。あ、じゃあもう あれあの2セットね、あの10回倒せばもう1000ゴールドやから結構いけるわ、簡単に。よし、やるやろう。うわー、ロープが2本、地獄のダブルバッタッチ。この人らヒートアップさせるしかないんよな。これ20ってきつない？きつくね、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 きつくね。いや無理でしょそんな。いや、避けた、よく避けたな俺。もう一回ヒートアップや。うん、ひたすらヒートアップが一応回なんやろうけど、でもきつくね、なんか避けてるけど。よっしゃ、バイバイ。80かな、90ゴールドかな。オッケーオッケー、めっちゃ金もらえる。ここクールスケルトン95が写真を追加しました。ホットな写真を見せてある。イケてるダチとのツーショット。鏡の前でポーズを取るパピルスの写真だ。サングラスをかけている。二の腕にはハリボテの筋肉が貼り付けてある。筋肉もサングラスをかけて筋肉が相棒ってことね。でもそういうキャラクターおるからな、弱虫ペダルとかでおったよな。アブアブアブって言いながら筋肉に話しかけてるの、名前なんやったか忘れた。油断したら死んだ。やってもうた。うわー、337か。頑張ります。よし、これね、ツンデレ飛行機ちゃんから先に行った方がね、楽だということが分かりました。やばい、ちょっと待って、ちょっと待って、逃がして、待って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 、慎重に行こう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 。でもこの子簡単やから、ちょっとアイテムここでケチっていくスタイル。はい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 、これはね下折れば大丈夫やから。いや、よかった。ここでギリギリの戦いをしていくスタイル。オッケー、1000ゴールド貯まりました。で、ね、この世界線だとホットキャットも手に入れてて、ああいいね、よし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 。んじゃあ
回復しよう。そんなギリギリの戦い戦でも一回帰ればね、回復できるのにと思いでしょうが、一回帰るのがめんどくさかって1万秒か1万カウント待ったのに、この後に泳いんで、このちょっと変えることさえも、渋るというね。オッケー。じゃあこれでまあ1000ゴールド、貯まりましたので、天民村行きましょうか。うおびっくりした。ボンボン、テミーさーん、なっけ、テミー学費買いに来たよ。これこれ、テミー大学行きたい。イエス、おわわわわわ、金いっぱい、こんなにオッケーオッケー、テミー大学行ってくる。ユウ鼻高高か、体だけいった。顔残って、顔忘れてるよテミーさん。そうそう、大学行ってきた。芋はなかった。テミーいっぱい勉強した。新しいアイテム売れるようになった。やった。なに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 、あ、そういうのがあるんや。テミーアーマー5000ゴールド、たけー。何重ディフェンス、バトル楽勝。これ売って金ないのか。たけテミーアーマーについて、はい、テミーアーマーめちゃやばい。テミーアーマーキルバトル楽勝。んんん、悩むね。テミーアーマーキルバトルつまんね。大丈夫、テミーお任せ。テミーユーに奨学金ご案内。ユーバトルいっぱい負けたらお安くするね。手強いバトル勝てない、困った。テミーアーマー最後の手段。テミーアーマーめちゃつぼ、どうしても困った時だけ買ってください。あー、はい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 、なるほどね。あ、ちょっと待って、むかみちゃった。まあ、要は負けたら安くするってことやから、あれかな、ゲームオーバーなったら安くなるんかな。うん、何回かゲームオーバーなってるけど、もうすでに安いんかなこれ。どんだけ高いねんこれ。じゃあ普通に先に進みますか。なんかまだ勝ったらホットドッグの次ホットキャットで、ホットドッグもう一丁だな、乗ってんな。あんたどんだけホットドッグ好きなんだ。ホットな獣好きだな。まあ人の趣味にケチつけるつもりはないぜ。でもこれホットドッグ、あ、なになになにこれ。ホットドッグ、20回復、肉はウォーターソーセージ。ちょ待って、めっちゃ気になるやん。もう一個買っていい？ギリギリ金あるから。ああ、ドッグおかわりか、了解。そう、ドッグだ。ドッグの頭文字さ、そのかさらに頭文字はD だ。あ、でも同じもんやな、あと手に入るのは。なるほど、徐々に回復量が、 HP の回復量が減っていくわけね。あ、なんだ、ちょ、クールスケルトン95、それネタだよね。めっちゃ SNS でやり取りしてるこいつら。俺が頑張って冒険してんのに、何やね。ナプスタブルーク、あ、ナプスタブルークくんや。友達リクエスト承認する、もちろんよ。考えてるうちにリクエストはとぼとぼと画面の外へ消えて、嘘やん嘘やん、考えすぐ、ほぼほぼすぐボタン押したって。エプロンが落ちている、どうする。はい、拾う。汚れたエプロン、これ装備品ではね。えインフォ、まあまあ、11、2ターンごとに HP1 回復、なんだって。完璧じゃないか、装備しましょう。はい、で、一元ボックス2にホットドッグ1個預けるか。で、お風呂のチュチュも置いといて、っていうか、お風呂だの、汚れたエプロンだの、基本的になんかボロボロのもんしか装備させてられへん、させてもらわれへんな。そりゃテミヤーマ強いわな。もしもし、アルフィーです。このパズルは、タイミングが重要で、そこにスイッチがあるでしょ。3つのスイッチを3秒以内に全部押さないとダメ。はあ、私が合図してアシストするからね。なるほど、1、2、じゃあ、じゃあ、お前。最初の2つだけでよかったんだね。パッ、ほんま、まあまあいけたからいいけどさ、邪魔しやがって。難しそう。ああ、またやっちゃった。もうパズルのヒント出すのやめ、やめて、頑張るわ自分で。また来た。もし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 、ちょっとトイレに行ってくるから席外すね。このパズルはあなた一人でもきっと大丈夫。うん、頑張る頑張る。もうトイレ行ってて、一生なんかもう、排泄してて、はい、うん、ああ、なるほどね。で、これで全部消すわけか。え、待って、こうしたらどうなんの。ああ、入れ替わんのね。はい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 、うん、ビューンと行くと、で、あ、でもこの辺は特に入れ替わりはないな。うん、あ、入れ替わったね。あ、でもこうやると、ん、待てよ、ボタンを一発押すと入れ替わるから、この状態で
行けば行けるわ。ほんで、あ、違うわ。はい、あ、この状態で、はいはい、で行けば、あ、起きやわ。はいはいはい、簡単でした、簡単でしたわ、すぐ分かりましたわ。嘘、キスミュー2の方が1より人気あるの？みんなセンスなさすぎ。いつかネズミはコンピューターの金庫をハッキングしてチーズを食べるかもしれない。そう思うと決意が。ああ、またネズミ。なんて何エリアって。反論禁止エリア、反論してはいけないエリア。おう、コンピューター制御のレーザー金庫の中にチーズが入っている。チーズはレーザーで少し溶けてテーブルにくっついている。このチーズ狙ってるネズミってどこにでもおるな。全部一緒なんかな。2はミュウミュウのキャラが完全に崩壊してるし、アルビー怖い、やばい、オタクが、オタクが怒り出した。これ触れたらあかんやつだ。キスミュウ2のレビュー、キスキスキューティーミュウミュウ2は2を名乗る資格なし、やばい、怖い怖い。ノートにお気持ち表明し始めた、やばいやばい。裏垢で闇ツイし始めた、やばい。あれは絶対触れちゃダメだ。あ、ちょっとそこのあんた、ちょい待ち。お二人さん、さっき匿名の通報があってさ、横島のシャツを着た人間がうろついてるっつんだわ。しかもその人間今ホットランドにいるらしくてさ。マジおっかなくね。まあでも心配すんなって、今安全なとこに連れてってやっからさ。いや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 、あ、どうした兄弟、こいつが着てるシャツ、それがどうかしたか。気づけよ。上の子もなあ、お前も同じこと考えてるか。マジかよ、やべえ、俺ら超絶バカじゃね。悪いんだけどさ、俺らあんたのことぶっ殺さねえとだわ。来たね、ロイヤルガード、ロイヤルガード2人に勝てるのか。 RG201 で磨いてあげようね。あまり振り落とした、だが手が滑った、つかさわんなよ。チームアタック、おお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 お、その程度は。ノラの雑魚の方が強いぞ、汗が吹き出た。なるほど、待って、まずはささやこうぜ。あ、分析かれ。ロイヤルガードのメンバーピカピカに磨いたアーマー装備、つか死ぬ覚悟してくんね。おーおーおーおお、あ、でもま、あ、ちゃ、ちゃ、ま、あ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 、簡単って言おうとしたら逃げ気も食らってしまった。こちらの動きを警戒している。ささやこう、自分の気持ちに正直になれと伝えた。は、どういう意味だよ。確かにな。俺も意味がわからないと思います今のは。あ、でもこのこれでパターンやな。ああ、回復した、いいね、この装備。汚れたエプロンやっけ。こちらの動きを警戒している。まあちょっと分析するか。キツキツのアーマーを着たロイヤルガード、あっちの方が狭そうやな。てか死んでくんねえかな。はいはい、パターンよ、パターンパターン、今ちょっときつかったけど、パターンパターンパターン、おぶねえ。ミリタリー動物園の匂いがする。ささやこ、とっておきの秘密を打ち明けた。私の目開くと3つあるの。おっ、てか簡単やな、攻撃がね。徐々に回復していくぞ。アーマー磨こう、アーマーをきれいにして、おっ、来た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 。あ、汗が出てたからか、冷却効果のある泥が流れ流されていく。熱くなってきた、つか死ぬ覚悟していくん、ね、おっ、これか、これを触れるわけか。またうん、あの飛行機で学んだぞ。ダメだ、もう我慢できん、アーマーが熱すぎる。あっ、筋肉怖い。犬おる犬おる、これでよし。 R1 は何かが気になるようだ。何、筋肉が気になるかな。あー、まあ磨こうぜ、こっちも。あ、こっちはあかんのか、触んなよ、うん、あ、攻撃が激しくなってきてる。揺れるようになってきた。揺れるようになったことによってむしろ簡単ではわからない。ささやこう、自分の気持ちに正直な。あ、これ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 、俺その筋肉フェチなんだみたいな。あ、攻撃に迷いが出てる。R1 のなあ、俺もうダメだ、俺もう耐えらんねえから、俺もう我慢できねえから。てか R2、 俺お前のこと好きな。あ、これは男と男ですかね。戦う姿も話し方も、俺お前とチームアタックやんのが大好きなんだよ。お前とぴったり同じ動きでソードをゆらゆら動かすのも。 R2、 俺これからもずっとお前とこうしていたい。その、ぶねー、あの人間、マインドコントロールしやがった。俺、今変なこと言ってなかったか、悪い、なんも覚えてねえわ。あれは、ゼロワン。おう、これが終わったら、アイスクリームでも食いに行くか。お、いいね、はは。幸せそうに見つめ合っている。あ、もう、いいんかな。
ちょっと支えてみようか。いや、とっておきの秘密を打ち解けた。黙っておこう。あ、でもなんか余計やな。もう打足やな、これ以上の戦いは。あの、老兵はただ去るのみやわ。俺らは去るべきやわ。じゃあな。勝った。スッといなくなったな。ちょ、パペルス、R1 と R2 付き合ってんぞ。案内によ。そのエリアはロイヤルガードが警備している。今日の当番は確か RG か。RG01 と RG02 だったはず。ウサギがドラゴンとペアを組み立てるなんて変わってるよな。男同士の友情っていいものだ。うわ、男同士やった。なあ、アンダイン、どうだ？男同士の友情っていいものだよな。強調したな、友情。やば、人間のことほったらかしだった。いいよ、いいよ、いいよ。もう大丈夫、大丈夫。見てると仕事を忘れる番組トップ10。ある日めっちゃ追廃やん、SNS って。あ、なんだ、暗い。じゃあ、ある日、ある日、ここは頼む。あ、来た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 。ごめんごめん、お待たせ。また真っ暗だね。でも大丈夫、私のハッキングスキルでなんとかできるから。うおー、 MTT ニュース。嘘でしょ。